今宵は風が強いようだな。はい、毛がボサボサになっちゃいますよ。でもそれがどうかしたんですか、生命様。いや、風に乗って強い陰の気を感じる。もしかするとどこかで陰界の裂け目が開いたのかもしれない。もしかしてあのもう一人の生命が。黒生命と名乗っていましたよね。一体何者なんでしょう。都が闇に包まれるなんて物騒なことも言ってましたけど。焦っても仕方あるまい。今は着実に手がかりを探そう。あら、お出かけですか、生命さん。ああ、ひとまずこの流れてくる陰の気の元を確認しに行くつもりだが。ならば私もご一緒させてください。誰？それが生命さんにお客様が会いに来られていまして。お久しぶりです、生命様。あなたは？どうやら私のことを知っている者のようだな。はい、オグナから詳しい話は聞いております。私は生命様の式神である白狼です。生命様の危機と知り、ここまで馳せ参じました。しかし白狼様、一つお聞きしてよろしいでしょうか。何でしょう。一体今までどこで何をしていたのですか。生命様の助言で東方の奥山山にこもって弓の修行をしておりました。鬼も修行をするのね。ええ、内から湧く妖力の話でしたらば他の鬼の力を喰らえばいいだけですが、弓は人の編み出した技ですから、鬼とて修行は必要なのです。私はこの通り弓くらいしか能がありません。少しでも生命様のお役に立ちたくてずっと。それでオグナや道女みたいに記憶を失わずに済んだんですね。こんなことになっていると知っていればおそばで生命様をお守りできたのに。白狼。はい。以前の私が何を言っていたかはわからない。だが気にしなくてもいい。私が今のような状況に陥ったのは私の修行不足によるものだ。真に修行が必要なのは私なのかもしれん。生命様、ありがたきお言葉。それで戻ってきたということは修行の方は終わったのですか。それがまだ私には何か足りないのです。だから教えを請いたい。今は生命様の近くにいるというあの弓使いから。あの弓使い？もしかしてそれって広政のこと？いえ、そうです。あの人と知り合いなの？いえ、私が一方的に知っているだけなのですが。白狼様。静かに。誰かが争っている音が聞こえます。ふん、結界が張ってあるようだ。この感覚は広政か。結界の力を使っているとすれば相手は鬼ですかね。間違いないだろう。参りましょう。あら、行っちゃいましたね。行こう。どの道戦っているのが広政であれば放ってはおけん。何せあいつが戦う相手は決まって強者なのだからな。うわあ、結構派手にやり合ったみたいですね。白狼、広政は？いえ、私が駆けつけた時にはすでにこの有様でした。どうやら戦いながらどこかへ行ってしまったようです。ここまで荒れるとなるとやはりなかなかの強敵みたいですね。そうだな。どこに向かったか手がかりを探すとするか。これは？いつ
つもヒロマサの使っている矢、ここで戦ってたのは間違いない。これが使った後でも手入れの見事さがわかりますね。あら、やはりそういうものってわかるものなのですか？もちろんです。道具にはその持ち主の魂が宿ります。私ももっと精進しなければ。ハクロ、音で応援ぬのか？先ほどは戦闘中でしたから、風の中でも音を聞き取れました。しかし今はどちらかが逃げ、どちらかが追っている状況でしょう。先ほどより風も強くなっておりますし、さすがに足音までは。そうか、追うならば他に手がかりが必要だな。目では見えぬものを見てみるとするか。生命。どうした？そこに倒れている鬼、まだ意識があるみたい。怪我も少ないみたいですし、結界で縛られてるだけでは。それならうまくすれば話を聞けるやもしれんな。おい、大丈夫か？だいぶ弱っていますね。結界の力が感じられない。ヒロマサがやったのではないということか。なら、なぜ弱っているのでしょうか？考えてみれば、ヒロマサが好んでガキを相手にするとは思えない。ならば、ガキを弱らせたのは、ヒロマサと戦っている相手か。ガキの力を吸った、ということですか？そういうことに。生命様。何者かが近づいてきます。何？お家に送ってもらえますか？私をお家に。何か様子がおかしいわ。今宵の風は多く陽気をはらんでいる。それに当てられたのだろう。気をつけろ。正気を失っている。いつ襲いかかってくるかわからんぞ。そんな、来たよ！力を行してよ、救急如立寮。
この山陽、正気を失って徘徊していただけのようですね。広政様を追うための手がかりにはならなさそうです。どうしましょうか。そうだ、今のように広政様が戦っていたというならば、清明様、あの矢から広政様の力をたどることはできませんか。はい、矢を触媒とすればそれも可能かと思います。そうだな、やってみるとしよう。はい、ご協力しますよ、清明さん。この匂いは、まさか。清明様、血の匂いがします。白露、琥珀、その匂いはどこからする。これは近くから。あそこです。広政。広政さん。この声は清明か。読み通りだ、やはり来たか。それよりも広政様、お怪我をなさっていますよね。怪我？ああ、そうだな。浅井が腕に切り傷がある。そんなに弱っているのに浅いわけがないわ。早く手当てをしないと。あまり心配するな。本当に大したことはない。問題はこの切り傷自体じゃない。傷を見せてみろ。勝手にすればいい。そうさせてもらう。確かに傷は浅いですが、傷口から陰の気を感じますね。これは重曹か。徐々に相手を弱らせ死に至らしめる類のものだ。そんな、清明、どうにかならないの。慌てないでください。これくらいなら私が何とかできます。昔こういう症状を見たことがありますので。やっぱりこれなら。そうですか、よかった。ですが、失った体力の回復に時間がかかります。無理はいけませんからね。セメ、そっちの女は新しい式神か。いや、かつて私の式神だったものらしい。今は弓の修行中だったか。はい。はあ、弓を。ならちょうどよかった。俺がどうしてここにいるか、わかっているんだろう。あ、それほど強い鬼なのか。なかなかだ。が、手傷は負わせた。それで、ようやく追い込んだんだが、この先にある陰界の裂け目に逃げ込まれてしまった。やはり、陰界の裂け目があったのですね。しかもどうやら新しくできたものらしい。一体何が起こってやがんだ、ここ最近の都はよ。それで、派手に戦ったからな。お前が来るかもしれないと待っていた。なるほど。状況は理解した。それで本題だ。恥を忍んで頼む。あの陰界の裂け目はかなり大きい。お前の力とそこの式神の弓、時間をかけずに封印するにはそれしかない。私もですか。まあ、それを使って結界を張るんだ。奴を陰界の裂け目ごと封印する。いいだろう、やってみよう。ここだ。何もない場所ですが、確かに鬼の匂いがします。容器も渦を巻くように溜まっていますね。俺が離れた間に陰界の裂け目をうまいこと隠したようだな。ここを離れたのは失敗だったか。清明。ああ、任せろ。私の目はごまかせん。そこか、下樹。
救急如立。これで私たちにも見えるようになりましたね。あとは封印するだけ。それだけで終わればいいのだが。生命、俺の結界術を見たことがあったな。覚えているか？ああ、いつか黒夜山の方で見た覚えがあるぞ。あれと同じ要領で力を使え。魔を退ける力じゃない、魔を制する力だ。式神を使うお前ならばそれほど難しくないはずだ。わかった、やってみよう。それとそこの式神、名前は何という？は、はい、白狼です。そうか、白狼よ。俺の矢をやる。それを射るのだ。ヒロマサ様の矢を。ありがたき幸せ。なんだ、かしこまって。まあいいが。陰界の裂け目、そのすぐ下の地面に矢を射るのだ。はい。私がその矢に力を流し、陰界の裂け目を封印するのだな。ああ。私たちはどうすれば？怪我をしないように後ろで見ていろ。はい。何かあればすぐにお助けします。生命様、琥珀は応援しかできませんが、頑張ってくださいね。よし、始めるとするか。白狼、矢を射るのだ。はい、神、行きます。神、俺を封印しようとしている。バカ、そうはさせるか。とは、まったく、すぐ落ちちまうな。ち、奴のお出ましか。やっとこっちとあっちを自由に行き来できるようになったんだ。おとなしく封印されてたまるか。白狼、広政を守ってやってくれ。ここは俺が何とかする。承知しました。行くぞ。骨も残らぬよう燃やし尽くしてやる。やれるものならやってみるがいいさ。私と共に戦ってくれ。ごめん、私の隣たちよ。どけ、氷雪よ。
観念しろ。そして悪いことは言わん。このままおとなしく陰界へと帰るのだ。断る。せっかくあの方が裂け目を広げてこっちに呼び出してくださったんだ。もっと暴れてやる。心ゆくまで暴れたいんだ。あの、やはり黒生命の仕業なのか。これしき。まだ動ける。生命様、これは相当商用の力を食らったか。相手にするのも骨が折れそうだ。なら無理やりにでも封印してしまえばいいさ。それしかあるまい。白狼、頼む。参りますよ。ちょっと、いや、終わりだ。この好機、逃すわけあるまい。バカだ。こんなはずでは。どうやら、封印に成功したみたいですね。終わったの？はい。どうやら気配は完全に消え去ったようです。今度こそ本当に決着だ。やりましたね、生命様。そうらしいな。悪、どうやら俺も限界のようだ。ヒロマサ様、大丈夫だ。あまり大げさに騒ぐな。そんなことよりも白狼、鬼にしてはいい腕をしているな。だがそれだけだ。それだけ？そうだ。お前の弓道が見える。誰の真似をしようとしているか、わからんが。それでは、そいつを超えることは、見たところ、呪詛は解けているようです。緊張の糸が切れたみたいですね。それほど弱っていたということですか。まったく、ヒロマサ様も無茶をするお人です。戻りましょう。早くちゃんとしたところで休ませないと。そうだな。どれ、私が運ぼう。生命様、ここは私が。いえ、私にやらせてください。うん、よかろう。ならば頼んだぞ。はい。白狼さんってどうしてそこまでヒロマサさんを慕っているのですか。一方的に知っているにしては少し情が入りすぎているような。確かに琥珀も気になります。そういえばその話まだ途中だったわね。それは戻ったらにしましょうか。お前は何も覚えていないのか。本当に何も。お前は俺の探している。5年前にいなくなっちまった妹ではないのか。教えてくれなあ、カグラ。今のは上事ですか。白狼様、ヒロマサ様の様子は。安心してください。先ほどまでうなされていましたが、ここの正常な空気のおかげか今はぐっすりと眠っておられます。そう、よかった。ヒロマサさんのことですから、休んでさえいればすぐに回復しますよ。ん？私の顔に何かついてる？いえ、何でも。して、ヒロマサとは過去に何かあったのか？一度、命を助けてもらいました。
生命様の式神になる少し前のことです。人間に化け、見聞にと都に来た際、他の鬼に不意をつかれ襲われまして、食われる寸前であの方が現れ、たった一発の矢で見事に鬼を倒したのです。そんなことがあったんですか。あの頃の広政様はまだお若く、幼さが残るほどでしたが、弓を射る姿は本当に見事で、私はそれから弓の道へと入りました。毎日毎日取り憑かれたように修行を積んで。なるほど、そういうことだったんですね。それにしても広政様は昔から弓がお上手だったんですね。何もおかしなことはない。広政ほど弓の才覚を持った人間などどこを探しても出てくるまい。何せ記憶を失った私でもそう直感するほどだからな。そうね、私もあの人が弓を引く姿は綺麗で好きかも。とても美しくて、どこか懐かしくて。今度それを本人に直接言ってあげてください。きっと喜んでくれますよ。そう、ぜひそうしてあげてください。と、それでは生命様、私はこれにて失礼します。え、行かれてしまうのですか。せっかく戻って来られたのに。再び自分の未熟さを痛感しました。広政様に教えていただいたこともあるゆえ、すぐに修行に戻りたいのです。そんな。勝手を言っているのは分かっているのですが。気にするな、今のお前は私の式神ではないのだ。思うように行動してみるといい。はい、ありがとうございます。その代わりといってはなんですが、国屋山の方に滞在しますので、この力必要とあれば必ず馳せ参じます。そうか、留意しておこう。しっかりと修行に励むのだ、白狼。はい、今度こそ生命様を守りきれるよう精進いたします。大切な誰かのために放つが弓の道、それこそが私が選び取ったものですから。